Hello, 葉山の簡単カタカナ英会話です。今回はレストランの近くを歩いていて、ひときわ目立つカップルに出会いました。もう何でしょう、もうそのシーンにぴったりな、カップルでした。声かけをするのはちょっと勇気がいつもいるんですけれども、今回も頑張って声かけしました。この方々はどんな人たちなのか、まるでモデルのような、本当に、なんて言うんでしょう、ひときわ目立っていました。どうぞ。Okay, nice looking couple. Wow. 最初に私が Nice looking couple って言っています。これは Nice。good, better, nice ですね。で、looking っていうのは、こう、見た目がっていう looking。look は見るっていうことですね。couple はカップルのことです。Can you take out the glass? Yep. Nice. Why did you, that's nice, real nice. で、この動画を映す前にちょっとお話ししていたので、ずうずうしく、グラスを持っていただけますかなんて聞いちゃってます。The reason why you choose this restaurant? Beautiful view. Oh, I see. Beautiful dishes. Delightful. And quiet. With a nice music. 男性の方なんですけど、ちょっと画面ではわからないと思うんですが、とても素敵なブルーアイズなんですね。瞳がとても綺麗なブルーの男性でした。で、このおひげも似合っています。So quite a romantic restaurant. Yeah, romantic couple. So nice. Thank you very much. で、ここで私は、Are you American? You American? French.そうすると、フレンチ、つまりこのカップルお二人はフランス人でした。で、私はここで、お行儀悪く、フランス人がイタリアのレストランですかって、ここのレストランイタリアンレストランなのでそういうふうに言ってしまいました。そして男性の方にどのくらい日本に滞在してるんですかって尋ねています。How long? どのくらいですね。Have you been in、Japan? ということですね。Been here in Japan for one year and a half. 一年半。One year and a half. っていうふうに答えています。女性は two days 2日だけよって答えていました。So new here. I see. Wow. あら、来たばかりのほやほやの新人さんですね。New っていうのは、新人さん、来たばかりですねって言ってます。あと割と合理的な言葉なので、fat is を抜かして、first impression。第一印象、日本の第一印象は どんなですかって聞きました。Well, what's your first impression in Japan? I really and deeply like Japanese people and、mm-hmm. The knowledge and the knowledge about culture and art.That's sensibility to art. Yes, sensibility to art. You're so nice. You don't need to be so polite. How about you? How'd you like Japan? I like Japan with quiet people. I see. Always ready to discuss. Mm-hmm. And as you said, open to art and different cultures.Thank you. Thank you so much. Nice couple. Wow. Really look like a model. Thank you. ち
ちょっと聞きづらいところがあって、私も全部聞き取れたわけじゃないんですけれども、女性はアーティストのようなんですね。ですから日本のアート芸術なんかにすごく感銘をしているということで、センシビリティというのは感性ですね。日本人の感性にが好きだということを言っています。で、今回はとても素敵なカップルにお会いしてちょっとお話しした動画でした。皆さんもこれ本当にまあ勇気というかなんですけれども、声かけをして少しでも英語を話すレッスンをする、英会話の学校に行くよりずっと合理的でフリー、ただで自分の身のためになる学習が、これは外国人に声をかけるということですね。で、日本を訪れる方々、観光客の方々は大体もう英語が話せるので、臆することなく当たって砕けろみたいな感じで、皆さんも声かけをして度胸をつけてください。今回はこの辺にいたします。 See you later. Bye.